草吉さんって誰だよ。着いた。果ての古代研究所。果ての古代研究所。かまどは熱い。触るな。なんか上にカエルみたいな。かまどは熱い。触るなっていうのはこれのことかな。触れねえ。てか超のんきな音楽流れよる。この周りとかなんかないんかな。ん？これは何？トカゲ？ゴーゴートカゲ。草地や森で 見かけられるとても素早く走るトカゲ。その肉には足の筋肉増強効果があると言われ、魔物素材と煮込めば移動速度を上げる薬になる。あれやね、なんか、しゃがんで近づけば結構いろんなものが普通に取れる。畑のフォーク結構強いんやけどな。あ、ポカポカだけ。主に気温の高い地域に生える真っ赤なキノコ。見た目通り炎の力を宿しており、料理に使うと寒い雪山でも耐えられる効果が発揮される。しかし私は防寒具を持っているからな。何今の。鳥？虫？虫かな？あ、なんかこれ外から、階段あるよ、階段。この辺のとか別に何もできんのか。その変わり者という、考古学者は一体どこにいるのかな。いきなり勝手に上から入るやつ。あ、ここの部屋貸してくれんかな、私に。うん、なになに？なんか、何かしら、何燃えたの？ごめんなさいね、なんか。なんかしちゃったっぽいけど。よいしょ。じゃあ正面から入ろうか。あ、そういう開き方なのか。お、いろいろと、松明。松明はもういらないかな。あ、でも食材に火つけたらなんか起こるかも。お、すげえ、めっちゃ本いっぱいある。すごいな、ぐしゃぐしゃやけど。お、なんかちっちゃい子がおるけど。え、かわいいのか？わからん。かわいい気がする。おはようございます。ここは果ての古代研究所でございます。所長にご用ですか？そうです。所長なら奥でございます。何分多忙の身ですので、手短にお願いしますね。あれかな？これ？所長。おはようございます。これだけの数の書物をご覧になるのは初めてでございましょう。ここには古代の文明に関する文献が集められておりましてですね。その数たりはなんと。ん？もしやその腰のものは、シーカー。いや、間違いない。本物のシーカーストーンじゃないですか。実はこの私、恥ずかしながら実物を見るのは初めてですね。実際にどんなアイテムが入っているのか、教えていただけると大変参考になるんですが。いいですよ。ビタロック。ふんふん。マグネキャッチ。はいはい。リモコン爆弾にアイスメーカーと、それからそれから？アイテムは以上ですか。なるほど。あれ、おかしいな。基本アイテムが入ってないとは、何基本アイテムって。何らかの理由で欠損してしまったのかもしれませんね。基本が？ああ、私としたことが、自己紹介を忘れてました。私はシモンと申します。あなたは、リンクさんですよね。どうして名前を？インパ様からすべて聞いています。シーカーストーンを持った青年が現れたら、力を貸してあげるようにと。そのものこそが、海鮮眠りより覚めし希望。名はリンクであると。ああ、私としたことが、大事な報告を忘れてました。リンクさん、あなたにではなくてですね。誰？インパ？所長、聞いてください、所長。なんと本物のシーカーストーンですよ。あ、この人所長じゃないの？かと思って聞いてたんだけど。ああ、そうでした。所長の紹介がまででしたね。所長なら今ちょうどあちらに。あの方こそが、果ての古代研究所の所長にして、古代研究の第一人者、フルア様です。え？所長奥におるって言ってやん。こっちかい。私は研究者としてのプルア様に心酔するもので、幸運なことに受賞を任せられております。ところでリンクさんだけには知っておいてほしいことがありまして、所長奥におるって言ったよね、あの子。実は所長、見た目こそ少女なのですが、いや、私の口からお話しするのはやはりちょっと。恐れ入りますが、プルア様本人から聞いてみてください。
実はすっげえおばあさんとか。びっくりした？ここの所長はシモンじゃなくて、私なのでした。チェキチェキ。ねえ、リンク、海鮮眠りって夢とか見るの？100年前の印象といささかも変わらんけれど、その後の調子はどうかな？でもこうして五体満足でここまで来れてることが健康な証拠だね。ん？リンクったらなんかおかしいぞ。まさか私のこと覚えてないってことは。覚えてないよ。じゃあやっぱりすっごいばあさんなんだね。ショックすぎてプル私治れないかも。100年前、薬剤ガノンにやられたあんたを海鮮の祠まで連れてってあげたのに？そして傷ついたあんたを海鮮眠りにつかせてあげたのに？それなのにまさか、覚えてないって。予想通りじゃな。海鮮眠り合い100年経過時点で記憶が欠落することがあるらしい。メモメモ。ああ、片付けない。唐突のメモメモは私の悪い癖なのね。逆にそっちから何か質問は？子供。しっけえな。あ、しっけえなってことはないか。実は実験に失敗しちゃってさ、失敗っていうか、ある意味成功っていうか、真実は上の日記帳に書き残してあるけど、恥ずかしいから読んではならぬよ。はい、この話題おしまい。本題に戻りまーす。100年の時を超え、再び力を貯めつつある薬剤ガナンを倒し、我らがゼルダ姫を救い出す。そんな気概がもしもあんたにあるのなら、このプレは、シーカーストーンに欠けてる基本アイテムを復活させてあげちゃうけど、お願いします。そう来ると思ったし、じゃあ早速お使いの方お願いね。何その顔。シーカーストーン、ただで直してもらえるとでも思ったかな？思ってたよ。海鮮眠り明けは自分に都合のいい思い込みが見受けられる。メモメモ。違うだろ。じゃあお使いについて説明するね。この研究所の外壁に火のついてないかまどあるよね。古代路から青い炎を持ってきて、そのかまどに火をつけてくれない？そしたらこの誘導石ちゃんが動いて、欠けてる基本アイテムが復活するって段取りよ。若い娘が段取りなんて言葉を使うだろうか。まあ、いっか。じゃあ、青い炎の方よろしくね。段取りぐらい多分使うと思うけど。どこにつければいいって、松明が必要ってことかな、じゃあ。松明。武器ポーチがいっぱい。じゃあちょっとこの兵士の槍を。はいっと。松明。そしてなんて、どこって何って。どこにつければいいって。ここからも入れるのか。あ、中は一緒。ちょ、もう一回言って。小平ってどこ？草吉さん家の裏の高台にあるのが小平だよ。この研究所を出て左に歩いて、崖っぷちまで歩いたら、シーカーストーンの望遠鏡で見てみて。青い炎が見えたらそれが小平だから。他に質問は？いや、いいよ。小平から青い炎をもらってくるんだったら、松明が便利かもね。この家の入り口ら辺にあったはずだし、勝手に持ってっていいよ。それで言って、どこにつけるんだっけ？青い炎。青い炎って言ったら、草吉さんって誰だよ。あ、青い炎ってあれか？もしや。私が言ってたあの不気味なって言ってたあれか？あれをどこにつけるって？あそこにつければいいってこと？食材？ちょ、もう一回。研究所の外壁にあるかまど。外壁にあるかまど。どこだ、どこだ？外壁にあるかまどとは？これのこともしや。あ、多分これのことかな。うん、オッケーオッケー。ということだ。あっこ目指して。はぁ、あ。果ての村。あれ、草吉さん。草吉さんがちょっとよくわからんけど。おぉ、なんかいっぱい。いっぱい食料が。あ、犬もいっぱいおるね。あれは多分牧場だろうから勝手に肉にしたら怒られるね。多分。なんかあの辺いっぱい光り輝きようんやけど。お、あんなところに。
あんなところにあったよ、祠が。あの祠にも行っておきたいな。あ、これや、これこれ。着いた着いた。イエーイ。なんかちょっとアホの子みたいやけど。びっくりした。なんかと思った。敵かと思ったやん。やめて。え、これってさ、あれじゃない？何今の。錆びた剣。遥かな昔、名のある剣士が使っていたであろう。錆びついた片手剣。一応使えるがすぐに壊れてしまう。これってさ、あの、だよね。あの、使えないよね。あの、パラセール。確実に使えないよね。あそこまで普通に登っていくんすか？これしまえるの？しまったら消えるんやったっけ？そういえばそんなことを前に言っていたような気がするよ。え、消えたよね、今。ちょ。消えてる。なんてことだよ。消えてるじゃねえか。くそ、難しい。え、難しいんですけど。ねえ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 。これ先にワープ地点設定した方がいいんじゃね？ごめんね、ちょっと入るよ。でもワープ地点あっちか。とりあえず、よし、祠に先に行こう。祠に行って、果ての村にいつでもワープできるようにしとこうっと。ごめんね。ちょっと危なかったね、今。とりあえず、あっこに。すごい自由気ままに動き回るけど。古代研究所にもワープできたらいいのにな。ねえ。こっちから行った方が低いかな、位置。よいしょ。ほら、やっぱり村の近くにはどこにも祠があるんだ。よし、挑もう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。